え、この車何？怪しい。ぐるっと一周車体を見てみよう。どう見てもマイクロバスだな。要所要所でいろいろオーナーさんのこだわりが詰まってます。ほぼワンオフカスタムですね。で、中に入ってみて本当にびっくりしました。僕178センチなんですけど、問題なくね、立って歩くことができました。三菱ローサ、これ純正車高です。かつてこの高尚っていうねモデルがねありました。で、もともとこの車体使われてたのが旅館の送迎用に使われてたシャトルバスで、後ろの方にねうっすら文字が残ってました。